皆さんこんにちは、大分の高っち親方です。2021年もよろしくお願いいたします。それでは2021年最初はですね、ハロプロアイドルの写真集の話題でございます。今回ご紹介いたしますのはビヨーンズの里吉歌乃ちゃんのファースト写真集、歌の日和でございます。2021年1月2日と、もう2021年最初のですね、リリース作品が、里吉ウータンの作品でございます。今回もですね、この写真集の話題ですね、また里吉歌乃ちゃんのことについて、簡単ながら、そして私の、主観ながらですね、ご紹介をいたします。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずはじめに、里吉歌乃ちゃん、今回はウータンと呼ばせていただきますのプロフィールをご紹介いたします。2000年9月22日生まれということで20歳です。東京都出身の A 型で、こちらそのビヨーンズにはですね、2018年の12月の3日に加入をいたしました。もともとですね、これはオンリーユーオーディションという、一般からのですね、オーディションで合格したメンバーの一人でございます。このオーディションはとにかく特技ですね、一芸に秀でているメンバーが加入をいたしました。例えば小林ほのかちゃんですとピアノとかですね、平井美代ちゃんはダンスというところで、里吉歌乃ちゃんウータンはワックダンスというのが武器で、加入をいたしました。皆さんワックダンスご存知でしょうか。これはですね、腕をですね、こう鞭のように、パラパラこう動かして結構激しいダンスなんですね。70年代の音楽などに乗せてこう腕をこう巻きつけるような感じで、ここ結構これ見応えがあるダンスでございます。とにかくウータンはこのダンスメンバーだというところがですね、一つ特徴でございます。で、もう一つですね、注目すべきが座右の銘です。夢見ることできればそれは実現できる。で、そしてですね、これに関連して、ウータンが好きなのは科捜研の女が大好きなんですね。これ自体科捜研の女と、そしてこの夢見ることができればそれは実現するということで、これまではですね、折に触れてウータンは例えばラジオでありますとか、YouTube の企画でもですね、お家でもビヨーンズ学校でも、榊真理子さんになって、科学は嘘をつかないわとか、残念ながら不一致だわなどいうふうな感じですね。とにかく科捜研の女が好きで、それをずっと PR していたところ、なんと念願叶いまして、2020年の10月の22日の放送でですね、ついに科捜研の女デビューをいたしました。配役といたしましては、10年前にですね、その部活中に亡くなった女子高生の役を行ってやっていましたけれども、ドラマ中ではその榊真理子さんですね、沢口靖子さんとは直接交流がなかったものの、ロケでですね、一緒に写真をですね、写ってる写真も残ってますけれども、ある意味 夢が叶ったということで、本当におめでとうウータンというね感じでしょうけれども、こうしてね、こうハロープロのメンバーがそれぞれの夢を叶えて、自分の趣味を仕事に生かして、いわゆる外仕事ですよね、獲得して、そしていろいろと注目されるというのは本当に嬉しいなというふうに思っています。お家でも、ハロウィンの頃ですね、2020年のハロウィンの頃に放送があった、金沢智子のビビットミッドナイトという、ビビナイというですね、ラジオ番組で、里吉歌乃ちゃん、声だけでコスプレするというイベントで、榊真理子さんの役やってて、本当に似合ってますんで、声が本当に可愛らしいんですね。もし聞く機会があれば、お聞きください。そしてですね、私が里吉歌乃ちゃん、可愛いなとは思ってたんですけれども、なんかこう今一つこう押せるところがあまり正直なかったというのが本音だったんですけれども、とある曲で私はイメージがガラッと変わって一気に興味を持ち始めました。それがですね、2020年の4月に、リリースされました、ビタミン・ミーという曲でございます。ビヨンズとカゴメがですねコラボした曲でございまして、これ非常に盛り上がる曲ですし、ミュージックビデオもいろいろ場面展開やメガネの男の子が出てくるですね、オマージュといいますかコラボレーションがあって非常に面白いんですね。その曲の中でウータンは結構おいしい役をいただいています。高瀬くるみちゃんが先生ということで結構メインになるんですけれども、
そのまあ助手という感じで、しっかりと声出しましょうとかですね。あといろいろセリフ、バナナ 6.25 本分とかいうセリフもありますし、このまずウータンのハスキーな声が結構いいなって、可愛いなというふうに思っています。で、さらに一番私が興奮というか、これはすごいなと思ったのが、途中の2番のですね、サビの前で Y 字バランスをするんです。で、ウータンの Y 字バランスが本当に綺麗で、これぜひ注目していただきたいんですけども、それで結構一気にウータンへの注目度というか、推し度が増しまして、今推しメンの一人になっております。そしてもこの写真集を購入というレベルまで来ております。で、後ほどこの後、第2部でも紹介いたしますが、2020年の、夏のハロコンで、一度ですね、ウータン見てますけども、まあ、歌のという名前なんですけども、私歌苦手なんですよ、っていう、表現もされておりましたけども、ただハロコンでは歌結構上手くなってたなということで、成長がまた著しいメンバーだと思います。で、最後にですね、ペットのですね、おもちくん、ね、これはもうぜひ見て、白いね、犬ですけども、可愛いですよ。ハロプロね、の中みき、モーニング娘。20のもの中みきちゃんと、豆腐くんとかで、ですね、あと、ポンズちゃんですね、森と千崎ちゃんなどですね、いろいろハロプロのメンバーもね、ペットを飼ってて、それも紹介しておりますので、ペット、ハロプロペットをね、ご覧いただけるとまた面白いのかなというふうに思っております。私がまあ、ウータンをですね、初めて拝見したのが、先ほどもご紹介した通り、2020年の夏のハロコン、福岡公演で拝見をさせていただきました。この時はその J-POP のバラード曲を一人ずつカバーするという曲で、まあ、ツアーでございました。そのまあ、福岡公演のなんと、トップバッターがウータンでした。ね、浅田美代子さんの赤い風船を歌われました。まあ先ほどご紹介した通り、歌が課題とウータンおっしゃっておりましたが、とんでもないです。うまいですね。この愛嬌があるですね、明るい声というか、こう、優しげな声というのが、こう、魅力的だなというふうに感じました。そして、こう、歌いながら、こう、リズムをとってですね、ああ、やっぱりこのね、ダンス、持ち味持ってるなというふうに感じました。まあね、非常に小柄な子でして、まあ、ステージ上から遠くから見ても本当にこう可愛らしさを感じて、こう、けなげだなという、まあ、そして純粋だなという印象を持った、思い出がございます。ということで、いよいよ写真集の、まあ、紹介と感想を行います。まずですね、写真集は2021年の1月2日にリリースされました。もうね、2021年最初のまあ、お年玉みたいなものでございますね。まあ、本当は2日に似た宅配便が届くというお話があったんですが、手にしたのは実際は1月3日でございます。で、場所はですね、ロケ地が、静岡県沼津市ですね、で撮影をされました。まあ、通常よくあります、水着と、まあ、部屋着。そして、ウータンの場合はですね、さらにこのドレスやですね、こう、アラビアンな感じの、こう、ダンスの、衣装もあって、これは本当にウータンらしいなというふうに思っております。で、まず全体的なことなんですけれども、まあ、ウータンって本当スタイルがこう良くて、まあ細身で、で足も割と長いですね。で、これ他の YouTuber さんもですね、まあおっしゃってましたし、まあ、私自身も同じことを当初思ってましたが、ウータンって結構なんかスタイルがいいから背が高いイメージを持ってましたが、違います。実際はまあ157センチでそんなに高くないんですね。まあどちらかといえば割と小柄な方なんですけれども、構成が見える。まあ他の YouTuber さんは程よい背の高さという言葉表現されてましたが、程よいサイズ、これよくわかります。で、続きましてこの水着ですね。まあ白い水着の場面もありましたし、今特典についているように、赤い水着も、載っております。これ、ね、共にね、すごいのが、結構ね、紐が細くて、こう、際どいというか、この、なんていうか、そそるようなといったら、あれ難しいですけど、紐がですね、これはまた面白い感じになっています。特に写真の特典でいただいた、赤い水着のこう紐とか見ると、すごいですよね。こう大胆な感じですよね。これ私が着たら、あれですよ。チャーシューを巻いてるような感じに なっちゃいますからね。いかに着る人が大事かということが、ね、伺える。まあ、ウータンだから似合うし、こう、妖艶な、魅力的な、こう、水着になっているという感想です。
続きまして、先ほどご紹介しましたが、まあ、ドレスやこのアラビアンの服装を着ているというのは、まあ、ウータンならではのですね、他のメンバーではなかなかない、まあ、シチュエーションや、まあですね、衣装でございますけども、本当にね、このね、まあ、ウータンというのは、とにかくね、大人っぽい感じですね。このアラビアンの格好で余談ですけども、アンジュルムの恋はあっちゃあっちゃをですね、踊っている動画もございますので、ぜひご覧ください。まさにワックダンスのらしく、腕と腰の振りが本当に素晴らしい、素早いキレがありますし、しなやかさもありますので、ご覧ください。で、とにかく、まあ、ウータンというのは、ポイントは私は目だと思っています。とにかく目が大きくて、綺麗なんですよね。まあ、これまでいろいろハロプロのメンバーの写真を紹介してまいりました。だいたいこの20歳前後で、まあ、ウータはもう20歳になっておりますけども、まあ、だいたい、私が紹介するときは、こう、少女から大人になる過渡期というふうにですね、まあ、少女っぽくもあり、大人っぽくもありという表現しますが、ウータンの場合はもう完全にこの大人な雰囲気だなというふうに感じます。こう、落ち着いた女性というふうに表現した方がなんか似合ってる気がします。そしてですね、最後に、まあ、私のベスト写真集。このね、一枚が好きというのがですね、実はまあ裏表紙にもありますけれども、カーキ色のこう、ジャケット着て黒い T シャツ着してるんですけども、こう背伸びしてちょっとお腹チラッと見えているチラリズムもいいですし、この個人的にはこのカーキ色のこのジャケットと一緒ポニーテールしてる雰囲気、横から見るとあれ誰かに似てるな、あザードの酒井泉さんだというイメージですね。本当酒井泉さんにちょっと似てる感じがして、まあ私ディーンとかザードとかの BK は結構好きですから、個人的にこのザードの酒井泉さん、美しいですよね。それをイメージして、こう、そういうとこからも、こう、大人な、こう、落ち着いた、まあ、ミステリアス、まあ、ウータの場合、ちょっと明るさもありますけど、少しこう、ミステリアスな感じがあって、こう、興味をかせる、こう、メンバーかなというふうに思っております。これね、本当水着も結構あります。最後は、締めはですね、もちろん、浴衣で締めるという、よくあるパターンなんですけれども、この、いろんな鮮やかな、結構、まあ、派手な、ね、水着は派手ですけども、ドレスはこう紫とか、アラビアンはまあ、ちょっと水色とかですね、落ち着いた色もありますので、様々なウータン、この、ほんと目が綺麗ですし、笑顔も似合ってますし、こう、大人だなっていう風な感じを楽しめる128ページぐらいでしたかね、の一冊でございますので、これはもうね、ぜひ、買ってを、2021年のね、幕開けを、ね、いろいろ、なんていうか、こう、うっとりして迎えられてはいかがでしょうか。ということでですね、今回は、里吉歌のちゃん、ウータンと、そして、写真集、歌の日和の、まあ、紹介と簡単な感想でございました。まあ、一人でも多くの方がですね、このビヨンズや里吉歌のちゃん、写真集、そしてハロプロに、まあ、ご興味を持っていただければ幸いでございます。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。よろしければ、いいねボタン、そして、チャンネル登録もぜひ、よろしくお願いいたします。予定ではですね、写真集、あと、2冊は確実に届く予定です。非常に楽しみにしているメンバーがどんどん続いておりますので、まあ、皆様もですね、ぜひ写真集を買っていただければ、ね、それが応援、力になりますので、よろしくお願いいたします。そして私も引き続き、まあ、できる範囲で、まあ、ハロプロのことを、このチャンネルで紹介してまいりますので、どうか末永く、2021年もよろしくお願いいたします。それではまた。